杉田智和のアニゲラギルーン。ホームメイドラ族。本当にすいませんでした。まず謝ろう。何言いました。本当にすいませんでした。すいませんでした。はい、リスナーから届いた無茶ぶりに僕らが感性の殻を破って答えていきます。早見さんが文化放送でやる番組フリースタイル、はい、何が来たって自由だ。そうですね、というそのいろんな状況に対応すべくね、無茶ぶりにも対応してもらおうと、こじつけた。すごい。きっとやれる。つながってきた。これ本当、はい、僕らもテーマ知らないんで。みんなでやるんですか。あの僕は適当に振ります。いきますよ、はい、その勘助さんださっきの、はい、リルネーム、はい。学校で間違えて先生をお母さんって呼んでしまったとき、なんて言う？あ、先生って言わなきゃいけないの、間違え。お母さんって呼んじゃった後の、リカバーね。リカバーリカバーリカバー不能だろ、これ。いや、もうじゃあ、俺が行きます。あ、たけし、早いな。自分たけし君行くよ、はい。学校で先生をお母さんって呼んでしまったとき、なんて言う？僕はそれでも構わない。はい、はい。あれ、なんで俺が言ったらこういう風になっちゃうの？いや、年上好きだなって。じゃあ、これ俺行くよ、じゃあ。学校で先生をお母さんと呼んでしまったとき、なんて言う？ほら、親しみを込めてさ、ね、お母さんみたいなさ。昔ね、本当に岡先生って。ねえ、本当だから、岡さんになってたから。あ、岡さん先生みたいなんだよね。だ本当に会ったことないの、これ。ああ。実は。そう。だから言って面白いかどうかっていうと、どうってことはないんだけど。あ、俺行きますよ。はい。田中、学校で先生をお母さんって呼んでしまったとき、なんて言う？あなたから生まれてきたかった。告白。告白。母なる海に帰って、お前そのまま上がってくんだ。上がってくから、帰れよね。産ませて。うん、はい、早見さん行けますか？はい、なんかお母さん、はい。学校で先生をお母さんって呼んでしまったとき、なんて言う？お母さんの台からお世話になっております。逃げた。おー、素晴らしい素晴らしい。これ正しい答え出ましたよ。難しい。カバーしてるよ。初めて出たんだよ。勘助さんの回答例は、先生は私の母になってくれたかもしれない女性だ。ああ、じゃあ、ああ、あれ、すごい、皆さん、適応力が違いました。さすが。すいません、プロの声優を相手に、むさぶりって、大したことないです。ね、これ。GHQ は違うわ。GHQ って出たか。本当な、ゴッドハイクオリティだな、すごい。じゃあ次もやっていきますよ。はい、リルネーム、リュウグウさん。うん、杉田さん、スピンの皆さん、ゲストの早見様、こんばんは。こんばんは。早速ですが、お題です。これから、魔王を退治に行くのに、しょぼい装備と資金しか出してくれない王様に放つ一言。ドラゴンクエスト3ね、これ。銅の剣とかコンボしかくれないってやつ。100ゴールドと。うん、じゃあ、朝倉くん。いきますよ。はい。これから魔王を退治に行くのに、しょぼい装備と資金しか出してくれない王様に放つ一言。いや、まあ、俺クラスになると、こんぐらいで言うかなみたいな。はい。すごいね。ギアガの大穴に落ちてそのまま戻ってくるな。もうそう、ギャル王の勇者が出てきたよ。ひどい話だな。男アジルス君いけるかい？はい。これから魔王を退治に行くのに、しょぼい装備と資金しか出してくれない王様に放つ一言。まあ、とりあえずロマニア行ってギャンブルだな。終わってんだ。うん、正しいかもしれない。ゲームの正しいルートじゃないか。カジノが出てくるんですよね。うん、あ、そうだ。勇者は世界を救うよりもカジノに夢中みたいなね。うん。まあ、よくありがちなパターンです。じゃあ僕行くよ。分かった。ああ、これ難しいな。これから魔王を退治に行くのに、しょぼい装備と資金しか出してくれない王様に放つ一言。この国、買うよ。え、ガンダム売るよみたいな。もういい、俺が王になる。すごい。しょぼいんだからさ。あと、これで迷ったのが、そんなことよりバリアの向こうにある宝箱ちょうだい。そうですよ。あるある。後半になると開けられるんで。後半になると取れるやつ。宝あるじゃん。宝物庫開けろよ。そう、宝物庫開けろや。それよこせよ、楽しいです。最後の鍵とかねえから、みたいな。へぇー。早見さん。おっと、言った。ちょっと待ってください。王様に？はい。王様に一言。これから魔王を退治に行くのに、しょぼい装備と資金しか出してくれない王様に放つ一言。いや、王様そんなまたまた何をおっしゃってんですか？あれ？からの？からの？
振り下がる、振り下がる、びっくり、予想だ、予想だ、うまい、うまい、あびっくりした、なんかもっと可愛くお願いするのかと思ってたら、なんか違う、なんかもっとえなり君みたいな感じだ、すげえな、すごい対応力がすごい、恥ずかしい、恥ずかしいこれ、それが目的です。